笹子水道、笹子水道では、山梨県大月市と道県甲州市の間にある、山梨県道と国道20号の二つのトンネルについて解説する。国道のトンネルの正式名称は、新笹子水道である。笹子水道は、山梨県大月市と甲州市の間にある、山梨県道212号日陰笹子線のトンネル。1885年。 明治18年の国道指定、いわゆる明治国道では、江戸時代以来の公衆街道がそのまま国道16号に指定された。その後、1920年、大正9年施行の道路法、旧道路法では国道8号に指された。しかし1929年、昭和4年に国道8号のルートが変更され、未整備の笹子峠越えの区間が国道から外されて、 川口村、玄富士川口湖町を経由して、三坂峠を越える路線、玄国道139号137号となった。笹子水道は1936年、昭和11年に着工し、1938年、昭和13年に開通した、全長239メートル、幅3.0メートル、高さ3.3メートル。笹子峠、標高1、 096メートルの直下を貫いており、両高校の付近に、峠へ通じる、登山道の入り口がある。鉄筋コンクリート作りで建設費として286,700円、現在の金額換算で約4億4、0円が、費やされた。しかし、トンネルへ通じる道は、ヘアピンカーブの続く境外な未舗装路であり、戦後の1952年、昭和27年に、 笹子水道経由の道が国道20号に指定されたものの、甲付盆地で果実や野菜などの生産量が回復した後も、首都圏への主要な流通経路とはならず、新笹子水道が無料開放されると国道から県道へ移管された。1997年、平成9年12月12日、県内交通の近代化の様子を示す施設として、 登録有形文化財に登録された。校門上部の持ち送り上装飾に加えて、大月市川の校門両脇に日本並びの柱形装飾が施されなど、特徴的な衣装を持つ。平成22年度道路交通センサスによれば、24時間、交通量は291台。なお、県道のトンネル付近は冬季になると数ヶ月にわたって、閉鎖される。 新佐佐護水道は、山梨県大月市と甲州市の間にある国道20号のトンネル。全長2953メートル、片側1車線。完成当時、道路トンネルとしては、日本第2位であった。平成22年度道路交通センサスによれば24時間。交通量は上下線合わせて9433台。戦後の1952年。 昭和27年制定の新道路法で再び、笹子峠越えの区間が一級国道20号に指定され、難所のトンネル貫通が求められていた。戦後山梨県発の県人知事として1951年、昭和26年に当選した天野久志は、止める山梨を掲げ総合開発計画を実施し、野呂川総合開発と並ぶ事業として、笹子峠に、 新しいトンネルの改作を計画し、当初は、県際財源の有料トンネル案で、1953年、昭和28年には、標高700メートル付近で、現地調査が開始された。県財政の悪化より、事業は危ぶまれるが、天野知事の運動もあって、翌1954年、昭和29年には、建設省、現、 国土交通省の国営直轄事業に編入され、日本道路公団の設立に伴い1956年昭和31年に公団へと事業移管された。国道20号改築工事として1956年昭和31年12月11日に工事を開始した。総工費は12億8500万円。 事業には37個の移転と工事中に7人の犠牲者が発生したものの、1957年昭和32年12月に完成し、1958年昭和33年11月23日に工事が完了。同年12月8日に日本道路公団が管理する一般有料道路笹子トンネルとして供用を開始した。当初、 初年度の通行量として450台、日を見込んでいたが、実際には540台、日を数え、3年後の昭和36年度には1365台、日、昭和43年度には7806台、日へと急増。料金収入も増加し、償還予定期間の20年間を待たず、1971年、昭和46年4月24日に、 将官官僚により無料開放された。従来、果物や野菜などを東京の市場へ出荷する際には、中央本線による貨物輸送が主であったが、トンネルの開通や国道20号の舗装整備によりほとんどがこのルートのトラック輸送に転換された。従来も一部で利用されていたトラック輸送では、三阪峠を経由するルートが使われていたが、トンネル開通によって距離にして、 約3 0トル、時間にして1時間40分が短縮されたという。時間の大幅な短縮と、成果の2位みの減少による販売価格の改善などもあって、首都圏への果実や野菜、カキの出荷量が増加し、果樹栽培面積も急増した。また、八ヶ岳周辺で生産される生乳が首都圏で販売される牛乳の流通に組み込まれるなど、 畜産物の首都圏への出荷量も増加、観光産業の振興にもつながるなど、トンネル開通はこの地域に多大な傾向化を及ぼした。2014年度、平成26年度、地区55年を超えた新笹佐護水道の老朽化対策のため、国土交通省は新笹佐護トンネル改修を事業化した。交通量が多く改修中の交通安全などを考慮するため、 既存トンネルの西側に並行して新たなトンネルの掘削を計画中である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。